いやすごいね。何でも人が一応いるな。やっぱり雨の日なんで人がほとんどいないですね。でもすごい、すごい綺麗。雨の日だと逆に写真撮影する時とかにはいいかもしれないですね。この花の色が飛ばなくていいんで、そう、まあ曇りの日とかねいいと思います。こんな感じで、本当に綺麗だね。満開っすね。すごいな。結構雨強いですけど、うわこれすごい綺麗。この黄色すごい綺麗だな。こんな感じで、白も今日は写真撮影するときに光をあんまり気にしなくていいんで、すごく綺麗に撮れますね。今日は調整しやすいというか、綺麗だな。白い柄も今日すごい綺麗だね。晴れてるとなかなか綺麗に撮れないんで、雨の日にこうやって撮ると綺麗だね。雨降ってるおかげで光がね柔らかくなってるんで、意外とこの曇りとか雨の日写真撮影には持ってこいの日なんですけどね。めちゃくちゃこれ綺麗。なんていう花かな。すごい綺麗。
シュガームーン。晴れてる日はね、面白い花取れなかったんですけど、シュガームーン、すごい綺麗。ここは意外と白が中心のバラとか花が咲いてるんですけど、意外とね、天気悪い日はこっち側がいいかもしれない。今日は雨ですが、雨の日もトッポが走ってますね。こんな感じで走ってます。逆に今日は使う人多いかもしれないね。雨に濡れてまた綺麗だね、花が。こちらからも見てみますか。うわー、綺麗。
当にまた2日前に咲いてなかったところが咲いてたって言ってた。なんかプリンセスモナクイーンマザー、こちらがこれ本当2日前に咲いてなかったんですかね。これまだほとんどクイーンエリザベス、すごいね、2日でこんだけ咲いてる。めちゃくちゃ綺麗になってるわ。ちょっと近づいてみましょうか。めちゃくちゃ綺麗これ。何これ。こんな感じですよ。あ、この水滴がいいね。いつもだとこんな感じで撮ると人が映っちゃうんで撮れないんですけど、今日雨の日で空いてるんで撮れますね。アーマジェスティっていうんだ。これってバラやってる人だとこんだけ種類あってもわかんないな。名前が難しいよね。ありがとうございます。もう雨だからすごい空いてるわ。世界の中がコロセマスといろんなところに咲いてる。綺麗ね。結構他県からの旅行の方で来てる方が多いんだね、バスで。今日人が少ないんで、前回来れなかったところを歩いてみましょうか。前回人が多くてね、こういうところ動画撮ると人が映っちゃうから遠慮させていただいてたんですけど、今回は人が全くいないんで。雨の日に来るの方がいいかな、これ。うわ、これすごい綺麗。何これ、これすごいよ。見てください、これ絞り系なのかな、絞りのバラなのかな。これすごいね。わかります、これめちゃくちゃ綺麗。花びらが落ちてるんだけど、これがまた綺麗なんだよな。これの名前を見てみたい。何だろう、ちょっと名前がマーベルっていうのかな。ニュージーランド、これマーベルっていう名前のバラみたいです。でこれすごい好き。何これ、綺麗だね。まあ、この C25 のところにあります。全部ニュージーランドのバラなのかな。タイガーテール、アメリカ、ソルベペシェアブリコ、オレンジアイス、プリンセスの傘、プリンセスハンコ、すごいね。紫色のバラもあるんだよね、確か。できる。そこまで行ってみましょう。あ、この C24 の。これ綺麗だね。晴れの日だと多分飛んじゃうと思うんですけど、今日雨で曇ってるんでね、みずみずしく色もしっかり取れるんじゃないかな。
綺麗、優しい色だね。うわー、すごい元気が出る、ビタミンカラーの黄色。今日はデッキに引いてる方も数名しか見えないね。こんだけ雨降ってるからね、薄いバラが多いんですけど、ちょっと曇ってたりした方がこういう色もすごく綺麗に撮れるので、雨の日はね、綺麗に撮れると思いますよ。写真もこんなのすごい綺麗だね。今日はこんな感じで本当に人が少ないですね。やっぱり雨だからね。逆にこのバラの見頃の時期の雨の日を狙って、来るとですね、なんか写真を撮りたい方とか、あとなんだろう、コスプレのね、レイヤーの方たちも、その晴れの日はね、みんな来るんで、その望遠とかでね、撮ったりしかできないと思うんですけど、こういう雨の日とかだと、ストロボ使って撮影したりとか、人に迷惑かかりそうなね、撮影っていうのも比較的人も映らなかったりして撮りやすいと思うので、いいんじゃないかな。ここはやっぱりすごいね、一面のバラ。ご視聴ありがとうございました。スマイルマイルのチャンネル登録をよろしくお願いします。